源をここから持ってきまして、ここから出してとりあえず電気管でこう持ってきました。そしてこちらと、まずは作業がしづらいのでザクッと切っちゃいましょう、このまま作業しやすいって言いましたが結構難しいものです。こんなん作りました。うまくいくんかな。とりあえず設置しよう。まあことは出せるでしょう。こんなん作ってみました。どうでしょうかね。うまいことどうかしてくれるといいんですが、ちょっとビオトープっぽい感じ、まあ調子良さそうです。 OK。 今まさに1匹帰ろうとしております。この中は3匹になるようです。ここも1匹帰りました。この中でも1匹帰りました。今帰ろうとしております。回転しております。進みました。こちら確認できるでしょうか。本日生まれた子です。先ほど生まれた子です。さあ、動いて、あ、外へ出ちゃったか。こちら動いております。できるでしょうか。回っております、回っております。お外に逃げ切ります。お外に逃げ切ります。お外に逃げ切、こちらの子が逃げたんですね今ね。完璧にこれ今2匹上に1匹漂っております。下では回っております。水温 33.4 度でございます。 33.4 度でございます。この中の2匹は嬉しいですね。本日の雪、こちら、おい、もう一匹出ろよ、もう一匹出ろよ。ここの子が外に出ています。外に2匹確認できます。ブーチの子、ブーチの子一匹帰っております。確認できるでしょうか。今日はあったかい日でございます。いっぱい帰るよ。こっちはもう帰っても分かりません。こちらももうかなりの数になっております。そしてこちらも増えております、増えております。こちらも朝は4匹だったものが今は7匹はすぐ確認できます。 1,2,3,4,5,6,7 匹はすぐ確認できますが、
桜もこの後増えるのでしょうか。次12かもわかんない。倍以上に増えました。すべて撤去して数をしてみますと15匹は確認できます。15匹は確認できております。もうこちらも完璧に数は数えられません。いっぱい。こちらは20日ですから、昨日、昨日取ったものが1匹帰っております。きっと過去に卵の取り忘れがあったんでしょうね。すごい。